どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日はジャニーズテレビ忖度終了かということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ジャニーズ帝国というものが過去にはありまして、それがテレビを支配していたみたいなふうに、まあ、言われていたわけなんですけども、そこの創業者たるジャニー北川氏がね、まあ、亡くなった後なんですけれども、その行ってきた行為を 休断されるにただ、まあ、その後それを引き継いだジュリー氏です、ね、は追い詰められて結果として会社名を変えそしてタレントは別会社に移すということになったと。で、まあ、とはいえ対応がちょっと何、えー、て言うんですかね場当たり的と言いますか。 普通だったらね、まあ、全部消滅してもおかしくないような形で影響力を残したので、そういった意味においては、まだテレビにおいては忖度はあると思うし、まあ、それから影響力もあるし、それから様々なこうコンテンツとかですよね、まあ、持った状態ではありつつ、ただ一方で、まあ以前に比べると随分変わってきてるような話がありまして、で、今回お話したいのは、松谷宗一郎さんというね、まあ、この問題、 のみならず、まあ、芸能界におけるこういった問題ですねを,を,をずっと取材されている方が少なくとも音楽番組におけるこうテレビの忖度っていうのは終わったんじゃないかということをもとに様々な分析記事を出されていたのでそれをもとにいろいろお話をしていきたいというふうに思います。 はい。というわけで、こちらがですね、音楽番組はどう変わったのかということで、ジャニーズ忖度終わった先に1ということですね。これ、なんか一つ一つの記事が長く、長くて、さらに、あの、詳細な分析されてる、かつシリーズものになってるんでね、ご興味ある方、はよかったら、えー、元のやつね、見ていただければというふうに思うんですけども、これ冒頭にですね、えー、崩壊したジャニーズ忖度ということで、 えー、そこにはジャニーズ忖度が終わった2024年の夏があったと。で6月末から7月にかけて民放各局は夏の音楽特番を放送した。でそこには旧ジャニーズ勢の姿もあったが初めて出演するグループの姿も少なからずあったと。例えば 2B のナンバーアイがそうだという形ですね。まあ今までだったら当然ジャニーズの中にいた人。 方々なので、出たらまあ戻れない、戻るにしてもすごい時間かかるみたいな状況だったわけなんですけども、まあ普通にデビュー曲ですよね、を出されてすぐ戻ってこれたと言いますか、まあまあかなり話題になっている方々ですよね。はいで、えー、周知の通り、ナンバーイの3人はですね、平野翔さん、チンゴ・ゴー・キッチユータさん、岸ユータさんですね、は昨年5月までジャニーズ事務所でキングプリンスのメンバーとして活躍していたと。で、脱退後は、 えー、ジャニーズの元副社長のね滝沢氏が立ち上げた 2B に合流とで今年の元旦にデビューし即座にヒットしたという感じですよねでしかし彼らが、えー、2022年の大賞を発表した時ファンはその行く先を強く心配したと、まあ、私もかなり取り上げましたけれどもそれはなぜかっていうと今までの事例を見れば明らかだからですよね まあ当時の影響力でいうとキンプリさんレベルではないというかもっともっとすごい影響力のあった方々ですよね国民的スターでしたからね、まあ、それですらちょっと大そ,その分裂騒動ですら大変なことになったとっいうか出れなかったわけですからねまあっていうか正確に言うと出てたんですけど徐々に細んかこう番組が終わらされてって最終的にまあテレビに出られなくなるということですよね。未だに完全 しかかったとということです、ね、で2017年にジャニーズ事務所を退出した3人は新しい地図として活動してきたが地上波テレビの復帰にとても時間がかかったが、まあ、ナンバーエンの場合は急に終わったとっいうところですよね。はい、という感じで、まあ、現状は大きな障害になるような事態は確認されないという感じですかね。ななんんかかむしろなんかこう 分裂してしまったことによってですね、ファン同士の争いみたいな風になってることの方が、まあ、ちょっと懸念の事態なんじゃないかなって思いますけどね、まあ、お互い頑張ればいいじゃんっていうふうになるといいですね。はい。はいで、テレビ局はジャニーズ事務所の顔色をうかがって、競合する若いタレン男性タレントやグループの起用を抑制する状態が長く続いていたとですよね。まあ、女性グループなんか ででもですね、まあでもあれも帝国って呼ぶのかなちょっとその話をすると腰しにやめときますか。でその背景にあったのは業,業界内におけるジャニーズ事務所の強大な権力だったということで、まあ、それがジャニーズ忖度がジャニーズ事務所と共に崩壊したというところですね。でここからなんかさまざまな番組をね、まあ、検証していくということなんですけども。 はい、でまず日本テレビですかね。日本テレビはですね、まあそうだそうだ、先日の24時間テレビとかね、まあいろんな形で、まあ、まあそれもジャニーズがずっとやってたとかね、まあそういう形でズブズブやってきたというふうに言われてるとこでもありますかね。はい。で、ベストアーティストと、それから特番アート、THEMUSIC DAY を放送していると。 でそして、えっ、ー、と、嵐の桜井翔さんがですね、司会を10年以上続けているということで、まあ、かなりつながりが強い番組ですよね、という形かな。ということで、まあ、今回はですね、まあ、忖度は、まあ、かなり緩和していたってことですね。まあ、詳しくは本誌の方を見てほしいんですけど、まあ、確かにちょっと、ああ、ちなみに、これ、ベストアーティストミュージック デイで、こう左から2019、20、21、22、23って感じですね。で、ミュージックデーは24まであるって感じで、まあまあ、ここが旧ジャニーズですかね。だから、まあ確かに,に、まあ減ってるんですよね <laughs>。減ってると。で、こちら非ジャニーズですけど、まあちょっと若干増えたかな、みたいなまあ感じですかね。はい。 でそしてフジテレビはですね、えー、と3時間半の「FNS 歌謡祭夏」をまあ放送しているという形ですかね司会はともに嵐の相葉雅紀氏が5年以上続けていることでそして二部制の冬は旧ジャニーズ勢が多く出演してきた。 って感じなんでねだからまあ今回はまあ夏ですけども本番はやっぱり冬なんですよね冬どのくらいこう忖度されてるかされてないかみたいなのがまあ明確に出るんじゃないかなって思いますけどねはいというわけでこちらも、えー、昨年末の放送で旧ジャニーズ勢が大幅に減ったということですかねはい、まあ、まあ要するにジャニーズの中堅あたりが減 たって感じですかね、まあ、その辺りはまあちょっと分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。まあそ忖度してたってなるとまあそのこういわゆる事務所から出ているそれなりに貢献してきた人たちを事務所は出したいでしょうから <laughs> それをやっぱ出してねと。ただまあ番組的に言うと随時そういう人たちは一定数に抑えて新しい人を開拓したいじゃないですか。 だからそう,そういうところがね、ちょっと今もで,で,できてなかったっていうのがちょっとね、問題だったんでしょうね。はい。まあ、という感じで、まあ、ちょっと似たような図が続くんですけど、明らかに FNS 歌謡祭とかね、ドーンと減ってるんですけどね。はい。という感じで、これは昨、冬か冬のやつかなっていう感じで、夏の方はちょろっと、あんま変わってないのかなちょろっと減ったって感じで、ー、まあ、ジャニーズもあまり変わってないっていう感じかなはい。で、えっ、ー、と、そして、 続いて TBS ね。TBS はそもそも忖度弱めとも言われているという感じですかね。えっ、ー、と、カウントダウン TV ライブライブっていうんですかね。だから、まあ、その辺もなんか検証番組にも現れていて、まあ、全部どうなんだって意見はありつつ、その中でやっぱ差があって、まあ、TBS が一番民放の中においては、まあ、頑張ってたかなという印象がありまして、 でその姿勢がその後のさまざまな番組に私は反映してるんじゃないかというふうに思ってますね。はい、で、えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、こちらの方ですね。まあ、とはいええーと、総合司会は中居正広氏ということで、もともとジャニーズの方ですよね。で、えっ、ー、と、安住慎一郎氏がまあ一緒にやってるという感じですね。 はいで年末のカウントダウン年越しスペシャルの方は、以前から旧ジャニーズの出演少ないと、なぜならカウントダウンライブを自分たちでやってるからですよね。はい <laughs> という感じなんで、別にあさほど有名な競合グループも深い時間帯に出演するケースも見られるっていう感じでね、まあ忖度が少ないだけで、他に比べるとね、忖度バリバリあるっちゃあるわけですからね。はい ね。だからね、いや、ジャニーズの人たちいっぱい、あ、そんな出ないんですかって言ったら、じゃあ、ゴールデンタイムでこの人たち出します、ドーンって普通だったらね、やるんですけど、そういうのは、まあ、やってなくて、深夜帯に出したという感じですかね。まあ、でも、えー、っと、まあ、これ見る限り、まあ、減ってはいるのかな減ってはいるな。減ってはいるけど、減ってますね。<laughs> ジャニーズでで、非ジャニーズ税が、まあ、若干増えたという感じですかね。はい。 という感じなんで、まあ、結局、この3、まあ、番組といいますか、日テレ、富士、TBS の3社です、ね、の音楽番組からはまあ傾向があるということで、30代を中心とする旧ジャニーズグループの出演が激減しているというところですかね。はい、でこの3番組にはもともとジャニーズの強豪グループを出演しており、タ、ま、ク、あの終焉は強豪の出演から強く感じられるわけではないと。 はい、逆に中継の旧ジャニーズ勢に対するテレビ局の評価からそれがうかがえるというところですかね。はい、でそしてこれらの音楽番組では去年から旧ジャニーズ勢と競合グループのコラボレーションが見られるようになったとこれはすごい話題になってましたよね。はい、で、 これまでも旧ジャニーズデーが他のアーティストとコラボすることはあったが、男性グループメンバーなどの競合はなかったということで、徹底的にやってたってことですよね。その壁も壊れたって感じで、まあ、そういったダンスコラボ等々がわーっとね、まあいろんな番組において行われたって感じで、まあこの辺がまさに垣根を乗り越えるっていう感じですよね。 で、契機となったのは昨年夏の音楽の日ということで、ジャニーズのトラ,トラビス・ジャパンが参加した企画は予想以上の反響を巻き起こしたと。で、司会の中居正広も楽しみ、そして感激した様子がうかがえたと。で、その後の金スマの特番で、その様子が映されて、えっ、ー、と、多分みんなごたごたあった後ともいろんな会社だったから、でも終わったらみんな仲間だよということをおっしゃったと。 いうことでまあこれそのものがまあその事務所の意向とは別にタレントの方々みんな望んでたわけですよねタレント同士の確執があったわけではなくって事務所が勝手にそういうまあ,あ,あ壁を作っていたっていうのがあって、まあ、それを乗り越えてもいいんだよって言われると普通にみんなおおっていう感じになったんでしょうね。 守られていた壁の中の争いから壁が取り払われてみんなと戦っていかなきゃいけない状況になっていくわけですけれどもそれこそが当たり前なんですけどね、まあ、健全なわけで、まあ、より力がある人こそがもっともっとじゃあ俺ら頑張んなきゃいけないねってなっていくんでより輝くグループも出てくるでしょうしその一方で沈んでいくグループも出てくるということなんだろうなと思います。 はいでまあその後、さまざ、あ、まなダンスバトル等々が行われて、でこれが可能になった背景には、やはりジャニーズ事務所の加害問題があるということですよね。でそしてさらに押さえておかなきゃいけないのは b、b ー f ァー s t などのプロデューサーである日高氏ですね、が昨年から日本テレビと組んで始めたイベント企画、ダンクの存在だと。 いうことですね。これは私も見たけどめちゃくちゃかっこよかったですよ、これね。幾多のダンスボーカルグループが垣根を越えて日本から世界に発信していくプロジェクトだということですよね。はい。まあもともとこういったのはちょっと良くないんじゃないかということをおっしゃっていてね、まあ非常に頑張っておられた方なので、それは今大きいね、ジャニーズ事務所という帝国が崩れつつある中で、まあ今だったらいけるだろうと思うのは当然でね、まあよりあの活躍してほしいなと思いますけど、 っていう感じで、まあ、だからそもそもの、まあ、そういった動きがあったことによってまあ垣根を越えたって簡単に言うけどそういった、ねそのまあ、ジャニーズ忖度がはびこってる時から頑張ってる人がいたから崩れた崩れた後に新しい道が見えたんだよという話なんだろうなというふうに思いますね。 はい。というわけで、その後も記事はね、どーっと続いていくわけですけどね。はい。まあ、とにかく、このね、まあ、ジャニーズ忖度しがらみの終焉は旧ジャニーズ中堅グループに大きくのはチャンスであるみたいな感じでね。まあ、とにかく、日本のね、なんかこう、限られたマーケットの中で、その中で争えみたいな感じだったわけですよ。でもそれが取り払われたことによってですね、まあ、当然海外調整も含めて全部できていくようになっていくわけですし、 やっぱりグループとしてのね、多分色がこれからもっともっと変わっていくんだと思うんですよね。なんか久々にちょっと音楽番組とかで、こう私もちょっと確認しなきゃいけないなと思って、普段見てないんで申し訳ないんですけど、やっぱりいろいろ話してるから見ようかなと思ってちょこちょこちょこって見ていくと、あのやっぱりジャニーズの人たちっていうのは、なんかまあ似た空気感って、あジャニーズだねみたいな空気感がやっぱりあるんですよね。まあ、それがちょっと人気の、 まあこういわゆる厳選だったかもしれないんですけどそのまあ結局そうなっちゃうとやっぱそのジャニーズっぽさみたいなとこだけでしかもたくさんのグループがあってそれをしかも日本では男性グループジャニーズしかいませんだとそれは競争にならんよねっていう感じですよねだから今それが解き放たれたことによってですねまあ多分内部的にはいろんな動きが出てくるしそれからナンバーアイさんもう明らかに違うっていうかもうもうなんか 全然違う感じですね。ジャニーズっぽさは消え失せていて、まあそれについて違和感を持つ方もいらっしゃると思うんですけど、要するになんか本当に先鋭的な形になっていってるので、まあそれはそれですごいなと思うわけですよ。だからその一方でなんかある種のこう甘い感じっていうんですかね、アイドル。 における、まあ、そこについてをなんか残すべきなのかとかそういうのは時々出すべきなのかとかそういうことは多分これからいろいろね、まあ、考えていかれるんじゃないかと思います。だから普通に話を聞いてるとねやっぱり自分たちのなんかこう、まあ、背骨にはがアイドルだみたいな形のことをやっぱりジャニーズ出身の方みんなおっしゃるわけですよね。 だから、まあ、それは結局、ファンの方と向き合ってるって話だと思うんですけど、その中で、まあ、その期待にどう応えていくかみたいな話も、まあ、今後、課題になっていくのかなとも思ってます。はい はいで、こちら続いて第2弾の方ではですね、NHK の方ですね、先ほど民放の話でしたけども、NHK はどうなんだみたいなところですかね。で、NHK の方は、まあちょっとまあ扱うまでもなく、厳しいのは皆さんご承知だと思いますね。まあ、どん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 、こうまあ一番厳しいといえば厳しいのかな。はいっていう感じですし、まああのー、民放3局は普通にジャニーズの人たち出しますって言ってるけど、まあ、NHK も出してないですし、 あ,あ、経験には出してないっていうのかな。で、ですし、まあ、その姿勢をとってのは他にはテレ東さんとかね <laughs>、いう、あの、まあ、感じなんで、ビジネスと人権の考え方からして、ちょっと今ま、まだできてないんじゃないのってことですよね。まあ、6月の、まあ、人、えー、と人権理事会の報告を見ても、ちょっとまだジャニーズ問題っていうのは全然解決されてないよねっていうふうに捉えるのが、まあ、普通だったりしますけどね。はい。 というわけでただその考え方の中に付き合いを継続する中で相手に改善を求めていくっていうのも入っていくので民法は一応それを理由にまあお付き合いを続けてるという感じですかね。はいというわけでまあ逆に NHK は厳しいやり方をしてるっていう感じなんですけどね。はい。はい、そしてあとここでもテレ東の話が出てますけど、ね、TBS と共に検証番組報告書の2つで自己検証をしていると。でそこには音楽番組をめぐってえっ、ー、と 共演 NG を理由にね、恒常的に圧力をかけていた様子が明らかになってますと。はい、で、音楽番組で、旧ジャニーズ事務所ではないグループに出演依頼をしようとしたところを、どうだ事務所から出し,ては出してもいいけど、うちは引くからと言われたと。 はい、だから他の何ていうかね明確な圧力を加えていたっていうことですかねはいで結局同じ番組内に移さないしきりで番組で双方支援してもらったって感じなんですけども他の民放はもうズブズブに入っていったむしろ出しません絶対出しません <laughs> みたいな <laughs> まあ感じにも見えるような番組もねあってっつうところですかねはい、はい、でそんな中で、えっと、NHK の自己検証番組ですね えー、については民放を含めた6局の中で番組制作をめぐる検証を6にしてないのは NHK だけだと報道の検証はしていると。で確かに NHK は報道を中心とするが BS でジャニーズジュニアの番組「ザ少年クラブを」を、まあ、2000年から昨年末まで続け1993年から2007年まではジャニーズタレントが司会を詰めた時期もあるポップジャムも存在したと。 で、タイガードラマでも過去30年間で5人が主演を務めてるということですね。それからスタート者の幹部となった井ノ原氏も朝の生活情報番組の司会を長らく務めていたことは記憶に新しいということですよね、まあ。とにかくズブズブの関係性だったわけですよね。だから自己検証を、まあ、公共放送でもあるし、一番やんなきゃいけないんですけどね、やってませんと。 ということで,す、ね、で、す2000年後半以降から、紅白のジャニーズタレントの出演者が増えたことなどについては、一切検証されてないと。まあ、正直、検証したら一番やべえな NHK だと思うんですけどね。あの <laughs> あそこについて、ほら、立花隆さんも、ね、いろいろね、まあ、知ってることもあるでしょうしねって感じで、だから、やぶビになるってことなんでしょうね。で、政策において検証されたのは、2004年の文春の裁判当時の、 えー、部長だった大鹿氏への取材のみだというところですかね。はいはい、しかし、この、えー、2004年頃のジャニーズグループの出演は1、2組ということで、まあ、疑,惑がない疑惑がない人にまあ取材してね、おかしいよねみたいな。それよりも えー、司会や嵐やそのメンバーが務めることになり2009年以降にジャニーズの出演数が最大7組まで増えたことは注視されていると。これは普通に多すぎるよねって批判があったんですよね。はい。っていう感じで誰かが、誰かが、まあ、ズブズブして、まあ、配慮して入れたと。その見返りは何ですかとか含めてね、いろいろ聞きたくなるわけで、その時の、まあ、責任者誰よと。 いう話ですね。長らく2枠のみだったジャニーズ枠が司会とともになぜ7枠まで増えたのかそれは本当に独自の人気調査の結果なのかということで、まあ、これを検証する必要もありますよね。 まあ紅白についてはですね立花隆さん曰くですけどねまあそのなんかそのなんか仕切ってる人のところにはえっ、ー、とな,なんとか詣名前出しませんけどなんとか詣って言われてその人がなんか NHK 地下の喫茶店にいるとみんながうわーって来てきてうちはこういう人これを用意してこれを持ってきてみたいなまあまあまあいわゆる王様ですよね王様のところにななんとかうちに配慮をみたいな感じで まあ多くの何て言うんだろう人たちが訪れるみたいな感じの状況だったわけでまあそう考えるとですね何があったのかなみたいなね <laughs> あの <laughs> いうのは普通に知りたいですけどねはいまあという感じで、まあ、その辺のね分析もされてるという感じですかねはい。 で、まだ疑惑があると。で、そのうちの一つが、ドラマなどの出演を手がけてきたプロデューサーの理事が、NHK 退職後の2022年のジャニーズ事務所の顧問になったことだということですね。で、2014年にはこの理事が嵐のコンサートのためにハワイに出張しており、それについて、10月の定例会見では突っ込んだ質疑の応酬が見られるという感じですね。しかし、この元理事は NHK の取材を拒否していると。 ここんんなととできんだと思ってねまあねテレビといえばこうしたちのところにねバ,バーってねブレーにも追っかけなんかねいわゆる訪れてどうなってんですかってやるんですけどねはいでまた制作における NHK の元ジャニーズ担当ですねもうまあ加害が問題化する以前に他の大手プロダクションに転職しているが こちらも報道がないことを踏まえれば取材に応じてない可能性が高いという感じで、まあ、非常になんかこう怪しい人たちといいますか、まあ、ズブズブの関係性があってでこれだけじゃなくてだって NHK のなんだっけ えと練習室っていうのを普通にねジャニーズ事務所が使っていてそこでもう被害があったって話もありましたよね。っ、ま、て、あ、いう感じなんでそこ含めてですけどもさまざま研修しなきゃいけないことが山のように残ってるんだけれども、まあ、結局それをやらないやらないその代わりにジャニーズに対して厳しい態度を取るみたいな、まあ、ある種どうなのかなーっていうみたいな態度を取っていて、まあ、それを公共放送と呼んでいいんですかねというふうに思いますと。 はいで NHK の場合直近の2年を除き政策と報道は別採,採用だそうですねだから民放と異なり公共放送として報道を主軸に置いてるとよって報道側が忖度なく過去の政策を検証することは民放よりもハードルが低いにもかかわらず、まあ、やってないっていうことでね相当やべえことがあるんじゃねえかなみたいなね。 はいまあ、その一方で、えっと、加害問題が沈静化する中で強い問題意識を持って取り組んでいることは報道姿勢から見て取れるということですかね。まあ、日本遺産さんを取り上げたり等々で、まあ、つまり、まあ、現場としてはやりたいっていうかし、やってるんでしょうね。ただ過去の検証については は、まあ、ストップがかかってるのかよく分かりませんけどもそれシャッとしてあげてやらなきゃいけないんでそこに、まあ、相当のことがあるので、まあ、そこには目を閉じてるという状況ですね。で受信料で運営されてもかからず OBC 越しになってるのはやはり上層部からの力が働いてると邪推しても仕方がないと。はい、という感じなんでね自己検証をちゃんとしないものの「紅白歌合の旧ジャニーズ出演は見送るつまり検証をおざなりしつつも厳しい態度を見る。 見せるということでそれが過去の検証と現在の厳しい態度を引き換えにしているようにすら見えるということで本当に素晴らしい指摘でありましてあなるほどねと <laughs> そこかみたいなふうに思ったって感じで、まあ、まさに NHK は公共放送をたる姿勢というものが今問われているわけで今受信料もねどん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 なくなっていったりね、えー、っていう形の中で、まあ、いわゆる自分たちの立ち位置ですよね、えー、どうなんだっていうのを ことが突きつけられてるわけで、これすらもできないようだったら、もう公共放送としてね、あの存在意義がないでしょっていうふうに私は思ったりしております。はい、はいというわけでね、まあちょっと本当にね、まあいろいろ、まあ私個人としても不満な点は、 あるんですけどもその一方で明らかにまあ、あの問題起きてからテレビ含めて変わってきてまあ、地滑りのようにいろんなものが変わってって今後もっともっとねまあ、あのまともになっていく可能性があるけれどもただだからといって過去に起きたことを検証しないまま進んでいいかっていうとそうではないのでいろんな意味において権力構造が崩れてきたら少しはねやりやすくなっていくというふうに思うんでその辺含めて検証してほしいし特に NHK は本当に公共放送 で呼んでいいんですかね？っていうのはやっぱり突きつけられてるわけで、まあ、こういったものもちゃんと明らかにして。 でそうすると、当然、いろいろ言われるわけですし、叩かれるわけですけども、今の状況があまりにもおかしいんでね、平均年収1500万超と、でもうちょっとまあ1800万とまで言われていたわけでしょで明らかにおか,おかしいわけですよ、いろんなことがね。まあ、そういったものを保持返されるほじくり返されるのが嫌なんでしょっていうところがあるんですけど、それを全部明らかにして、一旦ぶっ壊して、まあ、新たに本当に必要な部分だけを残すような方向性にすべきですよね。じゃないと、あるとき、気がついたときに全てが消滅と。 いうこととになるんだと思いい、いますはいまあ、いずれにしてもナンバー A さんが、ねまあ、活躍していることで、まあ、そういった状況が分かりやすく見えているかなというふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。